中西のぞみはフリーアナウンサー。元広島ホームテレビアナウンサー。宮崎県出身。2019年3月より、継続プロダクションにフリーアナウンサーとして所属。地元の宮崎でスポーツキャンプを見て育つ。マレという名前は、1992年3月に運転を開始した新幹線のぞみから名付けられた。大学時代は野球観戦サークルで、 大学野球、プロ野球観戦をしていた。趣味のプロ野球観戦で全国の球場に行っていた、大学時代に一番好きな球場は、広島東洋カープの松田ズーム、ズームスタジアムだった。資格、英語検定2級免許、イクタ総局教師ミストンジョコンテスト2013でグランプリを獲得。2016年3月、広島ホームテレビにアナウンサーとして入社。 2016年春、基地交渉、大重舞、坂野栄心、中西望の4人で、広島ホームテレビのユニットネクスト4を結成。2016年6月、深夜のローカルニュースで初泣き。2016年8月、お昼のローカルニュースデビュー。2016年12月11日、B リーグ B2 第11節、広島ドラゴンフライズ VS、バンビシャスならで。 始球式を務めた。人生初の映画インタビューは、相棒、劇場版フォーシスとクライシス人質は50万人。特命係最後の決断の水谷豊と、反町隆二2017年4月9日、恋とか愛とか、ファッションショーに、モデルとして出演。桂由美や神田うののウェディングドレスを着用。2018年5月、坂の退社後、ネクスト4が進化し、 富田直子、基地交渉、大重舞、中西臨、斉藤あちょいの5人で、広島ホームテレビのユニットホームネクストネオを結成。2018年10月、オーストラリア発の小型ヨット、ハンザクラスの世界大会に広島ローカル各局のアナウンサーと共に広報大使として参加。2019年2月末日をもって、 広島ホームテレビを退社することを2019年2月26日更新の広島ホームテレビ公式ブログで発表。広島を離れるとのこと。2019年3月3日更新の本人、インスタグラムで広島ホームテレビ入社前に所属していた、継造プロダクションに今春よりフリーアナウンサーとして再所属することを報告。ありがとうございます。